はようございます。おはようございます。はい。これは展示会でね、入手した、赤松ですね。はい。で、前回の動画では、この買い方っていうところで、この古さがいいよ、92歳かな、の方の、古い木で、で、鉢も見たら町なおだったと、はい、いうことで、まあ、安く購入できました。で、これをまあ、どう作っていこうかっていうことですね。あ、一つね、これなんか釘刺さってますけど、はい、鉄分補給ってもうそのまま鉄釘、そうなんですか、なんか止めてるわけじゃなくて、じゃなくて、これはね、よく川口とかあっちの方の安行の方でもやる方多いんですけど、葉っぱが黄色くなったりするのを防止するために、うん、鉄分補給ということで、そのものですよね、鉄の釘を入れるということでだと思います。で、これはまあ創刊の、まあ、どちらかというと文人に近い木ですから、うん、あ、やっぱりこう蓋をせないでですね、味のある木を作っていこうと、はい、とまず袴をですね、袴っていうかこの古っ葉、ちょっとこれはもう2セットでですね、取っていくっていう作業が一つありますね、はい、あとまあちょっと枯れてる枝がこの辺に1個あるんで、まあ、こういうの取っていくとかですね、はい、こうですね。で、今非常に悩んでるのがですね、ここに枝が2本並んでるんですね。で、近い距離にあって、どっちを残そうか。一つはまあこちらの、右流れになるんで、こちらはいらないからこれは取っちゃって、うんうん、で、ここも間延びしてますよね、少しね、はい、で、こちらは近い距離で2本あるんで、うんうん、枝としてどっちがいいのっていうと、こっちがいい枝なんですね。そうですね、短い距離で2本ある。それからこの出のところもいい出してるんですよね、うんうん、ということなんで、これを残すっていうのは一つあります、はい、で、これ取っちゃって、今言ったようにこちら右流れなんで、この枝と、あとこの辺の枝で、あと頭をこれにして、まあ、全体にこう大きく作っていくっていう方法ですね。で、もう一つはね、嫌う人がいるんですけど、文鎮の木でこういう流れの中にこちら側にこう落ちる枝ってあったりするんですね、うんうんうん、で、差し枝がね、そういう形である場合もあるんですね。差し枝っていうか、まあ、一の枝ですね、はい、それをね、こう背中に背負うっていう言い方して嫌がる人いるんですけど、たまにはいいかなって、そういうのも、うん、うん、自分で作るといろんな同じ木になっちゃうんで、うん、ちょっと作ってみようかな。そうするとここら辺背負うとですね、むしろここら辺何もなくてこれにスーッと降りてくるのが良くなるんじゃないかなって気がしてるので、うん、それと、こことここでもちょっと距離がやっぱり近いんですよね。これに集中しちゃうんで、思い切ってこれ抜いちゃってですね、これを下ろしてどんな風になるか、これで作り方あります。その方がいいっていう人たくさんいると思うんですけど、そっちの方が無難、無難ですよね、普通ですよね。で、こっちはいらないんだ、こういう、うん、こういう作り方ですね。普通はそうですね。まあ、ちょっと変わった木っていうのはやっぱりまた個性っていう意味では面白いんですね、うん、これが生きるかどうか分かんないですけど、ちょっと作ってみようかなと思うんで、思い切ってちょっと切っちゃいましょうね。そうですね、ちょっと残して切りますね。順にしてみますかね、これね、短くしすぎたか順にするにしては短いなと思ってました。ちょっとそれっぽく、ちょっと短かったですね。ちょっと短いですね。短すぎたですね、やっぱりね爪人とは言うんですけど、爪すぎちゃった。爪すぎ人ですね。あと、これさっきのこれですね、こういうのを抜いていっちゃうんですね。枯れ枝ですね、はい、枯れ枝。これ枝あればよかったんですけどね、ちょっと頭寂しいんでね、これでね、うん、あとはね、ちょっと今問題ない、これ枝がないからいいんですけど、うん、ここにいるこの、例えばこの辺で頭を作ると思うんですけど、こう頭をこうあんまりこう押さえつけるような、はい、うん、感じになるとあんまり良くないですね、うん、ここはね、だって子供もこううるせえなみたいになるじゃないですか、うん、その頭を押さえられて ねそれってなっちゃうんで、そういうなんないように、まあこの辺は多分まあ枝がないからいいんですけどね、よくこう枝があるとこれ上にかぶってきたりなんかするんで、うん、そこは少しこう頭が窮屈かなっていうのはちょっと気になりますけど、うん、これはこれで頭作って、後ろはもうちょっとやっぱ下げたいですよね、うん、で、これはあんまりこんな下げる必要ないんですけど、全体にふわっとつければいいんで、うん、ちょっと下げるぐらいで作って、で、うん、裏もちょっと多いですね、これこんな枝がいっぱいあるんで、はい、少し減らしながら、だこれがあとその先ほど言った見どころになるかどうか、うん、うん、ちょっとそういう、あと頭を全体にちょっと少ないんで畳み込んで、長い作業前に10分しょ、あ、そうか、経ってるなと思って、そうか構想が大事ですから、構想が大事ですから一応この辺でね、頭を作ってっていうことです ですね、はい、裏はどれを抜くかまたやります。はい、やりましょう。とりあえず
枯れっぱですね、これを全部取りまして、はい、でさっき爪陣って詰めすぎちゃった陣、はい、でこの周り少し保護しておきます、はい、カットパスタで、はいはい、ぐるっと回してですね、これまあやんなくてもいいんですけど、あんまり焼き込んじゃったりすると嫌なんで、この足元っていうかね、削った元のところだけですね、これもね、やっぱりさっき Q さん言った通り、ここちょっと太いんですよね、裏枝ね、うん、だから枝はやっぱ抜いていかなきゃいけない、はい、ここありますよね、この裏枝、あ、動かしてるか、これを抜くか、これを抜くかってあるんですね、うんうん、ここの辺のね、懐がこれを抜くとガランとしちゃうんで、こっちをはい、できます。わかりますかね。全然わかんないです。あ、わかんない。上から見てですね、これが、これが頭ですね。で、これ裏枝になるんですけど、うん、ちょっと場所です。こっちから見た時には、ちょっとこれ出ててもいいんですね。はいはい、裏枝ですから、うん、見せたい、うん。だけど、そしたら、今度また戻しますね。これを残したいとすると、これを抜くようになるんですけど、うんはい、これを抜くと、ここがガランと開いちゃう。ですよ、はいはい、ですよね、はい、なんでこれはあえてこちらの外側を抜きます、はい、これの隙間を埋めるために、うん、であとは、うん、抜ける枝があんまりないなーっていう感じですよね、ちょうど2つずつねこう出ちゃってるんで、枝を抜くのは木を太らせないため、うん、うん、そうですね、ですね、強いて言えばさっき今残したけどもう1本これ抜いちゃうかですね、うん、裏枝はね少し多めでいいんですけど、今言ったここが太ってるっていうのもね気になるんで抜いちゃうかな、うん、はい、これだけにしておきます、はい、はい、そしたら針金掛けですね、はい、イメージとしてはじゃあ下の枝から掛けてきますんで、これが頭、これが裏枝でこうなってって、はい、でこれが少し下がる感じですかね、うん、っていう感じで一応導線でやりますかね、はい、そしたらはい、あ、それで頭とですね、うん、大体2本ぐらいずつで決めていっちゃいと思います、この中ぐらいの枝でだけ掛けて、はい、はい、ちょっとこれで、はい、トークはたくさんあるので、作業はカット、トーク優先で、優先でこのチャンネルはやっております。ね、やっております。太い木の方の針金掛けに進んでますね。ああ、ごめんなさい。そうですね。そうですね。ちょっと話 してる間に、そうですね。今度はね、16番にこれを下げたいんでね。16番の針金で、はい、刺し枝のところ、刺し枝のところですね、肝心のちょっと下げていきたいと思いますので、うん、幹に近づけたい感じですね、そうですね、これにケアしながらですね、本当はピターってくっつけたいですよね、そうですね、これまで持ってきたいですね、うん、パーだったらいい、うん、最後は多分なんか引っ張るような気がしますね、じわじわっと元の方から、まあ、こう指で左手でこれ押さえながらですね、うん、押さえながら右手も引っ張ってって、うん、割れてないんで大丈夫ですね、ちょっと割れかけたら止めるって感じですよね、そうですね、割れていいんですね、割れて止めて、うん、あ、でも引っ張んなくても引きましたね、でやっぱりね、裏枝が少しここが押さえたい感じでやっぱ出てきますよね、この辺が、この辺を面白い実と見るかどうかですね、これ幹じゃないんですけどね、うん、はい、本来の主語はここなんだけど、まあ、これもちょっと潰したいと、はい、抑えていきたいということですね、まあ、ということで両方16番でかけたんですね、はい、ちょっとじゃあ、はい、ちょっと針金をかけますね、これ、うん、1,2,3,4,5 本を1本の動画にしようとしてたのがすごいですね、それも2時間半で終わらせようっていう十分これで1本こんなに、こんなに真面目にやると思わなかったんで、うん、まあ、やり始めちゃうとね、なんかこうどうしてもよかった、分けようって言って、よかったですね。また編集が地獄になる。編集して1時間ぐらいの動画になったりしてね。それで回んなかったらもう僕やっていけないですよ。本当に再生される。再生されます。泣いちゃう。これ、はい、Q さん言う通りですね。長い中よりも、うん、これを下げたいんだけどぶつかるんですよね。これちょっと切っちゃいましょう。僕が言ったのは動画外なんで、すいませんが、あ、そうか、さっきね、ここちょっと長いかなーって。長いですねって言ったのは、まあ、陣として長いっていうのはあるんですけど、うん、そうそう、ここをね、見た時に上がごちゃごちゃになっちゃってて、はいはい、やっぱこう、下ろしたいんですね。うん、ちょっとこの辺は、少しこんな斜めにして、この辺は少しこう向いていく感じですかね。
自然に自然な、そうですね、自然な感じで長めに切ってやっとこで剥いていくと、はい、剥いていくってことですね。結局だいぶ短くなっちゃいました、うん、爪やっぱり爪地になっちゃった。やっぱそれ下げるのに、そうですね、邪魔ですね、邪魔ですね。針金かけとですね、針金静止を終えました、はい、ちょうどここら辺を正面にして、あ、ここが正面、そう、正面ですね、少しここら辺の裏枝がここら辺から見えてっていう感じですね、うんうん、はい、どうですかね、これね、まあ、是非っていうかね、あってどうなんです、是非、本来ならここら辺であるんだけど、はい、こっちの枝を生かせば作ったんだけども、こっちで下ろしてみましたっていうことですね。どうですか、うん、まあいいんじゃないですか、なんとなくこっち流れなんだけど、うん、とりあえずこっちでちょっとこう引っ張っているような感じがあって、うんうん、なんか面白いと思いますね。やっぱりここがやっぱ窮屈かなっていうのはちょっと感じますね、うん、これはこれで、頭も作って、それとここに一応あんまり落としてもっと持ったんですけど、まあこれぐらいまで少し下げて、あと裏枝も作って、でまあこれちょっと飛び出してるんですけど、こっちの流れがあるんで、出てもいいかなと思ってるんで、ちょっと出してみます、こっちは、はい、はい、あとはこの辺上からこの辺を埋めるためにこの枝をあえてこっちにこう、うんうん、こっちじゃなくてね、この辺に持ってきたってことですね。ここがガランドになっちゃうんで、はい、はい、で型を見せると、型を見せるですね、型を見せるですね、はい、特に割れていないんで大丈夫ですね。僕個人的な意見だと、はいはいはい、ちょっとこっちに振る方が、うん、固定順が見えんじゃないかなっていうところが、さっき単調に何ですか、はいはいはい、上の方も太いじゃないですか、はいはいはい、っていうのを、あ、でさっきもうちょっとこっちかなって思ったんですよ、ね、うん、どうなんでしょうね、わ、うん、かんないですけど、そうですね、こっちするってなったらちょっと今こう寝ちゃってるんで、はいはい、逆に幹をもう少し起こして、こいつをね、もっと上に起こしてやらなきゃいけないって感じですかね。これもしかしたらあれですね、うん、うん、こういったちょっとこの頭がってことだとすると、まあ、これは上げるか、ね、これを上げるかこれ下げるかしかないんで、こういうふうに、ね、ここがぶつかっちゃうんですよね。そうなんですよね、ちょっとそこだけがちょっと気になるところですね、うん、まあ、うん、お好みでこの辺からこの辺からお好きなところを、お好きなところをこの辺でお選びください、はい、お選びくださいですね、はい、はい、とりあえず1本作ってみました、1本作りました、はい、あと2本ご飯食べたら頑張りたいと思います。本当は5本を1本の動画にしようとしていたんですけども、5本のうちの1本しかできなかったので午前中が終わりました。ついつい夢中になってしまいました、はいはい、次回は紹介だけしてますか、はい、これとこれですね、はい、次回こちら心拍と石化ヒノキ、石化ヒノキ、はい、心拍だけで十分なんじゃないかとそうそうそう、もしかしたら2つ分かれるかもしれませんけどねこちらもね、まず正面をどうするの、どっちにするっていうところから多分決まると思うんで、はい、どっちもできますね、これもいいし、そうですね、これはもう本当に人によって分かれますね、はい、ということで、まあ、正面決めて針金かけてって、こっちは設定するだけなんで、ね、うん、簡単にしたいと思います。分かりました、次週を楽しみに、お楽しみください。即売会で購入した盆栽を作ってみました、はい、はい、いうところです。ありがとうございました。今回銅線使います。ここの教室では小白類は銅線で、臓器類はアルミ線と言われてるんですけど、なんで銅線とアルミ線が違うのかという質問もあるようなんで、改めてお話しすると、銅線の方が硬いですから細い、はい、でアルミ線は柔らかいんで太いですから、例えば臓器に、アルミ線をかけた時に太いってことは食い込みづらいわけですね、うんうん、そうすると臓器の場合は食い込んだ傷っていうのはなかなかそれが致命傷になりますんで、はい、食い込みづらいために、アルミ線をやるよと。銅線は、そもそも銅線の性質っていうのが、ちょっと専門的になりますけど、曲げることによって加工効果っていうのが生まれて、でかけて時間が経つと今度時効効果って言って、経つんですね、なるんですね。ですからかけていくと時間が経つにつれて銅線は硬くなってくる。だから古い銅線は硬いんでね、気をつけなきゃいけないのと、こういうぐちゃぐちゃって曲がったやつを伸ばそうとするとそこに加工効果が生まれちゃうんで、銅線は曲がったものは曲がったままかけなさいよっていうふうに言われるんですね。アルミ線の場合はさっき言ったその、加工効果がないのでとか時効効果がないので、例えばこう倒れたなんかとしたら曲がっちゃってそのまんま
曲がった形で癖ついちゃいますけど、導線の場合はそういうのがあっても、まあ、曲がりづらいということで導線をかけると、はい、はい、というちょっとお勉強の、うん、ちょっと難しかった、ちょっと難しいね受験生の方もいらっしゃると思うので そ, う、ね、そこら辺の見てね、あの加工効果、自己効果っていうのは出るかもしれない。簡単に言うと、導線の方が硬い簡単に言うとね、導線の方が硬くて、まあ聞きやすい、細いから見栄えもいいと、見栄えも良くて、食い込み、あ、まあ、食い込む可能性はあるわけですけどね、まあ硬いってことですよね。あと値段が高い。あ、そうですね、今だと ね, そうですね、そうそうそう、アルミ線は再利用できます。あ、そうですね、アルミ線はできない、できない、そうですね。そんなところ、うん、最後まとめていただきます。すみません、ありがとうございます。もうちょっと分かりやすい、はい、そうですね、はい、よろしいですかね。よろしいです、はい。